はい、それではですね、いよいよこちらの方からね、ボディの方のね、取り付けとなっていきます。まずね、最初にね、後ろの方をね、このようにね、取り付けました。なかなか形に少しずつ近づいてきたかなという感じでございますね。はい、でこの後ね、またね、この前の方だとかね、ドアの方とかこちらの方とかっていうのをね、これからね、取り付けていく作業となります。はい、ではね、徐々にね、取り付けて動画の方をね、アップしていきたいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。はい、はい、それではですね、これリアフェンダーの方をね、組み立てました。こういうね、感じですね、リアフェンダー。これ、裏の方はね、こんな風にね、なっております。こういう形でね、なっております。そしてね、これをね、こちらの方にね、これね、これ左側かな。これを、こういう形になるみたいですけどね。お、結構パチッと挟まる、こういう形にね、はまるみたいですね。はい、でね、こちらの方ね、今ね、接着ね、していきたいと思います。はい、こんな感じで。はい、はい、こちらでね、後ろのね、フェンダーはね、こういう形で取り付けました。こんな形です。これとね、前の方のフロントインテークじゃない、これなんですけどね、これも今取り付けました。こういう形のね、ものになります。こういう風になんか、このプラモに関しては部品をね、こういう風につけてってボディが出来上がるという形のものでございます。はい、でまたこの続きもね、いろいろとね、やっていきたいと思います。あとドアの付近だとかね、この前の方だとかってまだ作業がありますんで、こちらの方もね、引き続きね、またやっていきたいと思います。まあ、こちらの方ね、ちょっとね、少しずつね、見せていきたいと思いますんでね、よろしくね、お願いいたします。はい、はい、それではですね、続きましてね、ボディの方ですけども、こちらの方までね、ボディの方はね、取り付けました。こんな感じで、まあ、さっきもね、説明した通りですけど、まあ、分解ボディということで、こういう風にね、後ろの方で、前の方がね、こういう形でね、組み上がりました。こんな感じでございます。だんだんとね、徐々にね、出来上がっていくような感じでございます。でね、今ちょこっとね、これドアの部分なんですけども、まあ、一応ね、ここまで組み上げました。これにね、あとこれかな、なんかこれがね、こういう形でついて、この上にね、なんかミラーがつくようなんですよ、ね、こんな感じで、あとね、おそらくまあこういう感じになるとは思うんですけども、こんな感じでね、ドアの方取り付く形となります。まあ、これをね、取り付けたら、あとはまあほとんど、まあ、ボディの大まかの方はまあ完成という形になりますね。こんな感じに、はい、なかなかね、まあ、分割ボディということで、なんか倍がいいような悪いようなっていう感じもしないでもないですけど、まあ、一応ね、ここちょっとやったけど、ちょっとここすくかなって感じが、まあ、しないでもない、ちょっとすくかもしれないね、これね、こんな感じでございます。はい、これね、今までね、ちょっと組んでたあれなんですけども、このライトあると思うんですけども、これね、これちょっとね、取り付ける位置をね、ちょっと若干間違えちゃうと、このボディ自体がちょっと合わなくなる可能性があるんで、そこのところをね、ちょっとね、気をつけてやったらね、いいと思いますね。はい、こんな感じでございます。はい、でね、まあ、説明書を見るとですね、まあ、この後、まあ、ドアを取り付けてっていう作業の方にね、行ってまいりたいと思います。ここにね、ドアの方で、あとは細かなような部品とね、あとこれ後ろの方もね、後ろのリアバンパーの取り付けというのもやっていかなきゃならない作業となります。で、あとは中の方はつけたんでね、あとまあフロントホイールと、あとちょっとこちらの方のね、
あの下回りだとかね、まあほとんど飾ってそこの方になりますけど、こういう形であとねなっていきます。で最後にね、まだねリアウイングのね取り付けという風になっていきますんで、ね、よろしくお願いいたします。はい、それではですね、まあこれからですね、この先はあのこれこちらね、あのドアの方、ドアとあのこれミラーの方あるんですけども、これをね取り付けてね、あの行きたいと思いますんでね、はい、よろしくお願いいたします。はいね、動画の方ねちょっとまだこれねあの続きになりますんでね、よろしくお願いいたします。はい、ね、それではねこちらのドアのね、あのドアミラーのね部品の方をね取り付けましたと。でこの次にですね、こちらこれクリアガラスなんだけど、こちらをねドアのねこちらの方にね取り付けたいと思います。これはねあのあれかな、こういう形になるのかな、なんかこういう形らしいですね。見るとこんな形で、あ、こういう形でございますね。はい、一応ねこれあの説明書を見ると、あの接着はしないというふうになっております。はい、こんな感じでございます。こんな感じでね接着をしないと、ということはこの上からこれですね、ドアをパチンとはめるとねいう形になっておりますね。こういう形で、ああちょっとあまりあれちょっとずれた、こんな形になっております。はい、これですね、うん、ちょっとねこちらがちょっとなんか合わないけど、あれかな、ちょっと後で調整してみますんで、こんなねあの形ですね。はい、ちょっと今あの組んで参りたいと思います。ちょっとねカメラがね前だとちょっと非常に組みにくいんで、ね、ちょっとカメラ前に置いてやってますんでね、ちょっとやりにくいんで一回カメラを切って、あの出来上がったところをねまたこちらの方あのお見せいたしたいと思います。はい、それではですね、ドアの方をね今つけました。こんな感じでございます。ねこういう形、ちょっとね若干ねちょっと私の作りがちょっと下手なんで、ちょっとねこの辺隙間空いたりね、ちょっとこの辺がちょっと隙間がねちょっと空いてはしまったんですけども、まあこちらの方はねちょっと後でね修正したいと思います。ちょっとねこっちがねちょっとピッとしなかったかなと思ってね、こういう形になっております。まあそれでもねあのこういう形でね、まあ結構いい形でね、あのボディの方はね仕上がりました。はい、でねその次がね、これの次があのあれですね、あの何ていうのかな、あと後ろのね、まあ、こちらの方だとか下回りかな、下回りあとふっつけてみたいな形のね工程とねなっていきます。はい、ちょっとねちょっとこれがね残念だね。これね上手い人はねピッと作るんだけど、まあ、自分もねこれ合いがいいかななんて思って作ってたんだけど、ちょっとね若干この辺がちょっとガバッとねちょっとね開いたりしちゃうんで、ね組む時にねちょっとね一回ねこれやっぱしあのなんていうのかな、組んでねあのちょっと部品がねどうやって組んでいいかわからなかったんで、一回やっぱしこれボディ一回あのなんていうのかって組み合わせてをねやっていったのがねちょっといいと思いますね。ちょっとね間空いちゃったのがちょっと残念かなって気もしますけども、まあ今時期ね、まあここまで来てそういうのもあれですか、まあとりあえず完成までねあの向けたいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。はい、はい、それではですね続きの方はこちらなんですけども、車のねこれね車のね結構あの下の部分もね結構ね取り付けるね部品がねこれ結構あるんですよね。まあちょっとねある程度ねあのこちらの方切り出していますんで、こちらの方ねちょっとね取り付けていきたいと思います。これがねまずこれがこっちにねこうなってしまうという、これがねここか
な、こういう感じで。意外にね、あの多いんですよ、こういう形で。よいしょ。いやいやいや、こんな感じでね。普通はね、こんなにね、あの多くはないと思うんですけどもね、こんな感じでね。で次がこれかな、これをパチンとこちらの方に、ほんとこんな感じでね、こんな感じで、ね、行ってまいります。でこれ、ね、流し込みでこの辺ちょんとつければまあついているのではないかというね、形ではございますね。こんな感じで、よいしょ。あとはね、ちょっとこっち側の方にもあれすれば、まあ、ついてる形にはなるとは思います。こっちの方にもね、ちょっと入れた方がいいかもしれないね。こんな感じで、こういう感じで。で次にこれですね、こっちもね、こういう形で、よいしょと、こんな感じで、まあ今までね、作っててこの下の方がね、こんなに多く部品使うっていうプラモも、今までね、そんなにね、数はね、多くはなかったですね。嫌にね、多いなっていうね、気はしますね。あとこちらの方にもポンと軽く流し込めば、がっちりとフィットね、思いますね。こんな感じですね、こんな感じで。そして次にこれがこうなるわけですね。これが、おお、それも素晴らしいね。これがこうなるんだ。うん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 、これがこんな風になるんだね。はいや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 、こういうね、形で。よいしょと、ちょっとね、こちらの方もね、流し込みでぶっつけてね、いきたいと思います。こんな感じで流し込みで、ちょっと若干浮く感じはしないけども、止まったね。そして止まったんで、前の方がね、これだね。こっちも、あらららら、なんだべな、こういう感じで、見えないね、ごめんね。こういう感じでね、ちょっとどっかね、一点つけば問題はないですね。よいしょ、こういう形でね、ちょっとね、この隙間の方をね、あれしてやれば、こういう形でつきます。こんな感じでございます。あ、ごめんね、またカメラから外れちゃったね。よくね、外れるんだ、本当にね、注意してはいるんだけど、外しちゃうんだね、こんな感じで。そこの方がね、こういう感じでございます、ね。で、これで思いきやと思ったら、まだね、これがね、エンジン側かな、これがね、またつく形ですね。これがね、説明書を見ると、こんな感じで、こんな感じで。こんな感じで、これがどうだ、こうか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 、どういう風につくんじゃ、みたいな感じでね、行ってまいりたいと思います。これがね、おそらくね、こんな感じかな、こんな感じで見るとエンジンがあって、全然つく場所が違うじゃねえかみたいな、こっちやの、こんな感じですね。あ、ここだここだ、こんな感じでね、こ
ここだね。あ、ちょうどありました。ここのね、こんな感じでございます。こういう形でね、ちょっとね、ここにね、ボッチがありますんで、こんな感じでね、つく形になりますね。よいしょ。ここにね、ちょうど止めるところありました。こんな感じです。こんな感じでね。よいしょ。こんな感じで、下の方は、つく形でございます。はい。よいしょ。で、こちらの方も、こういう形で、つけますね。お、あんまりね、多かったら、ちょっとあれなんで、こちらの方もね、よいしょと、あら、取っちゃった。こんな感じだな。流し込みで、感じでございますね。はい、こんな形でつきましたと。そしてこういう形になりましたと。で、次にこれが後ろの部分ですね。これがね、後ろの部分がこんな感じでつくよって感じですね。ぴったりですね。ぴったりとこのようになっております。あ、ここでちょうどね、こういう形でぴったりコンとなるものでございます。ちょっとこれはあれかな、セメントの方でね、ちょっとつけちゃうかなと思って、流し込みもね、ちょっと流せない感じなんで、こんな感じでね、やっていきたいと思います。で、これをこんな感じで、よいしょと、ボッチがありますんで、おそらくね、ボッチの方にね、きちっとはまったと思います。こんな形で、よいしょ。お、これちょっとね、ダメだね、ちょっと貼っつけてなかったね。非常にね、複雑な作りでね、バラバラなんで、結構ね、苦労するところがありますね、このキットはね。面白いですけどね。で、こんな形。後ろがね、こんな形かな。と言ってる前に、あんた落ちちゃっただろう、みたいな。ちゃんとくっつけなさいって感じ。よいしょ。よいしょ。こんな形でございます。はい、よいしょ。もう一回ね、しっかりと流し込みで流していかないと。ちょっとね、どうしてもね、これ接着剤がはみ出たとこ、ちょっとね、色濃に変形してしまうけども、まあ、裏の方だからね、まあ、そんなに大きく気になるものではないと思います。こんな形で、裏の方は、できましたと思うけど、あとね、これがあるんだよね。これがね、これがまだ取り付けれとはなってないけど、これどっちかな、多分ね、こっち側じゃないかと思うんだけど、あ、これだね、これ。こういう風になるものでございます。まあ、これあれかな、まあ、なかったらないで、裏返した時にエンジンがちょっと見えていいのかもしれないですね。これがこんな感じでございますね。はい、こういう形になります。はい、ということで、ね、今ね、裏の側面の方は、こういう形で今組みましたということですね。まあ、特に大きな問題ね、まあ、取れないようにね、ちょっとこれをね、ちょっと裏返しでね、まあ、ちょっとね、置いておくということでございます。はい、これではね、この後ね、ちょっとタイヤの方も作りましたんで、タイヤの方もね、はめ込んでね、動画の方ね、アップしたいと思います。この続きとなります。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、
マクラーレンセナの方はね、一応ね、こういう形でね、完成いたしました。ちょっとね、いじくってたらね、あっちゃこっちね、汚くなったんですね。まあ、後ろはね、まあ、こんな感じということですね。で、前はね、こんな感じということです。はい。まあ、作った感想はですね、まあ、これもね、非常にね、おすすめなキットですね。本当に。まずね、なんといってもかっこいいですよね、これね。これね、2台ぐらい作って、まあ、色違いでね、作ってもね、僕はね、いいと思います。はい。うん。なかなかね、結構ね、分割ボディだから、ちょっともうちょっとね、ややこしいかなとは思ったんですけども、意外にね、作りやすかったですね、思ったより。で、これね、見てみるとあれなんですけども、中のね、エンジンはね、もうほぼほぼね、これね、もう見えない状態でございます。こんな感じでございます。まあね、これ作るとしたら、まあ、ほとんどね、やっぱし、カーモデル特有の、まあ、外側が、まあ、メインとなってしまうんで、これね、冒頭にもね、お話ししたんですけども、パチ組でね、行ってもね、問題ないと思います。これ確かに、本当に、パチ組で行っても。ね。うん。パチ組で行っても問題ないかなと思いますね。多少ね、ちょっとこれ、塗装の厚みになるかな。ちょっとね、若干ちょっとね、合わせがね、僕下手なんで、ちょっとね、悪くなったところはあるんですけども、まあ、全体としてはね、全然ね、問題ないモデルでございます。はい。でね、これね、買うならばもう今のうちね、買った方がいいと思います。話によると、まあ、今回生産しただけでね、終わるっていう可能性もありますんで、まあ、そういうことでですね、お店に行ってね、これがあったのね、まあ、買い求めていくのもいい方法だとは思います。はい。それではですね、本日ね、動画視聴ありがとうございました。またチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい。またこれからもね、よろしくお願いいたします。はい。ありがとうございました。